段ボールの空き箱で撮影用のフォトフレームを作りましょう。段ボールの空き箱を板目に沿って8センチ幅に切ります。幅はフレームの大きさに合わせて調節してください。箱が小さい場合は間に折り目が入っても構いません。枠の大きさに合うよう段ボールを切ります。長さが足りない場合はマスキングテープでつなぎ合わせます。テープを貼っている方が表になります。角の部分が縦横互い違いになるようにマスキングテープで留めます。この枠と同じ長さの段ボールをもう1セット用意しておきます。マスキングテープを貼った方が下になるように置き、木工用ボンドをつけます。段ボールのつなぎ目や折り目の部分には特にたっぷりとつけましょう。その上から折り目や継ぎ目が重ならないように段ボールを貼っていきます。継ぎ目のところにはボンドを多めにつけてずらすようにしてしっかりと貼ります。段ボールに隙間ができてしまう場合はボンドを盛り上げるようにしてつけてください。ボンドが透明になるまでしっかり乾かします。乾いたら裏返してマスキングテープを剥がします。これでしっかりとしたフレームの出来上がりです。このフレームに季節やイベントに合わせた飾り付けをして写真撮影をお楽しみください。